面白いんで楽しんでください。はい、3、2。いや先生、フライデー見ましたか？見た。いや、もうね、俺びっくりしちゃった本当に。いや、びっくりですよ本当に。ねえ、皆さんは もちろんご存知だと思いますけど、ご存知だとは思いますが、はい、こいつでしょ。そうです、ね、なんでそんな上から、ね、バイキングの小峠英二、共通の知り合いですよね。そうなんですよね先生、前バイキングと一緒に番組やってましたね。一緒に番組やらせてもらったことある。僕も何度もね出させていただいて、それにで長谷川さんもそうね、ゲストで、ね、小峠なんか俺の後輩だって言ってますもんね。いや、まあ仲良くさせていただいてるんですよ。はいはいはい、そうそう。いや、それでまあなんか世間を賑わすこのね、そうですよ、2人、今ホットな2人、ホットな2人ですよね。で、まあ、共通知人ということで、うん、おせっかいに占ってみたよという話ですよ、ね。それは先生の出番ですよ、これ。しゃあ、もう任せてくださいよ。はい、どうなんですか、どうなんですか。でね、そう、この2人、はい、ね、今後、まあ、お付き合いが、始まるとするならば、うん、1月いっぱいで終わります。先生、いいんですか、それはっきり言っちゃって、まだ。ね、そんな話題出てばっかりですよ、そんなさ。終わります。はっきり言っちゃうの？うん、あのね、2人の構図がね、彼女がちゃんと女王様の位置のところにいて、小峠君自体も現在の状況まんざらではない状況なんだけれども、うんうん、いいじゃん。彼のもともとの星がね、はい、本当にこの人生涯独身かもしれないような星なんだよね。あんまり多分家庭とか結婚とかっていうのを考えてない人のような気がします。まあまあそんなイメージはありますね普通に。でプラスそういうその本人の持ち運だけじゃなくって、うん、今回の成り行きをこう見てみても来年の2月、今1月いっぱいぐらいまでだと言ったのは、うんうん、来年の2月ぐらいになると、小峠君には別の女の影が見えます。そんなこと言っちゃっていいの？いやもう身内だから身内だからそこまでそんな心配しちゃうから。いや本当、まあそれまででしょう。ああそう。まあまあまあね、まあすごいね、年齢差のね、もうすごい年齢差だよね、これ半年15ぐらい、15ぐらい離れてるでしょ。犯罪だ犯罪。いや、あ、そうですか。うん、と私は見てるんですけどもね。なるほど。まあまあね、うん、まあどうなるかわからないですけれども、はい、まあ、で、うん、そこに、はい、これはどなた？これ、西村瑞稀、バイキングの、もう一人ですね。はい。でね、そうなんですよ。これはなんでいいの？いやいや、お二人だからちょっと見てみたんだけど、実はこっちの方が、はい、よっぽど今、今期来てるんですよ。そう。嘘？そう。西村さんね、浮ついた話あるのかどうかわかんないんだけども、はい、もう今年から来年の2年間ってちょうど女性運の回ってるところで、最短コースで言ったら、うん、小峠破局の翌月の3月ぐらいに、ね、結婚するっていう可能性があるぐらいです。マジっすか、うん、この目はくっきり、意外ですけどね。なんか非常に多分今年西村君は結婚したい気になってるはずです、うん、ああ結婚願望が強いっていうのはよく聞くんですよ。ああやっぱそうなんだ。ただ女の子には本当モテないから言われてばっかりですから、それが意外と、いやこれが多分ね今だったらうまくいきそうな気がします。あそうですか。もうねこのコンビすごいね、うん、この2人ね。いやいやでもねまあ分かんないですけど、うん、いやいいんじゃないですか、うん、そしたら西ちゃんの方はまあですからどっちも来年2月3月ぐらいになれば全部答えの出ることですので、うん、何かが分かるとその時答えがそう温かく見守っていきたいと思います。はい、そうですね。はい、はい、ということでございました。占い君と占い君、はいどうも、錦鯉の長谷川正成です。占い師の大井新行です。はい、というわけで、この番組は毎日やっている占いの番組でございます。内容はと言いますと、はい、占いによる月間予想がある、あるいは、旬の人も占っている、ためになるうんちくんもある、何よりも皆さんの質問に何でも答えます。はい、ですから、チャンネル登録よろしくお願いします。見てください。